フランシス・スティーブン・ケイリはイギリスの画家である。主に人物画を描いた。ロンドンにヘンリー・サスによって作られた美術学校を引き継いで運営した。ボリックシャーのキングズベリーで生まれた。父親はその地の教区牧師で、ダンテの新曲の翻訳出版をしたことで知られるヘンリー・フランシス・ケイリである。兄のヘンリーは判事になり、後に父親の解雇録を執筆した。 父親らから家庭で教育を受けた後、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの美術学校のための予備学校として、画家のヘンリー・サスが設立したロンドンの美術学校で学んだ。その後、ロイヤルアカデミーで学び、人物画を得意とするトーマス・ローレンスの教室に入ったが、ほどなく、ローレンスは亡くなってしまい、指導は受けられなかったとされる。1829年にパリへ、 その後イタリアで修行した。ミュンヘン美術院でも学んだ。1833年、1834年、1836年には父親と外国を旅した。イギリス王立芸術家協会の展覧会に出展し、1837年から1876年の間にロイヤルアカデミーの展覧会に35点の作品を出展した。 父親と有名な文学者とのつながりから多くの文学者の肖像画を描き代表作にはメアリーラムとチャールズラムの指定の肖像画がある1841年に結婚した1842年に自らが学んだサスの美術学校の校長になりサスの没後も運営を引き継いだ1874年に引退してサリーのアビンジャーに移りアビンゲで死去した ありがとうございます。